カーセナル、カラフィオリ負傷交代で左サイドバック全滅。CL シャフタール戦にてカラフィオリが負傷交代。アーセナルの左サイドバック主力、ティアニー・トミヤス・ケンバーカラフィオーリ全滅いたしました。カラフィオーリまた怪我しちまったんか、てかアーセナルのサイドバック呪われてない。カラフィオーリ怪我？ここ2年怪我人少なかったイメージだけど今年その分、カラフィオーリの怪我心配すぎるな、軽傷でありますように。カラフィオーリがリバプール戦出れないの確定で、ホワイトも怪しいとなるとスケリー・エルサイドバックはわかるな、ジンチェンコとサラーのマッチアップより全然マシだろうし、キビオルはアジリティでぶち抜かれそうやし。ケンバー、カラフィオーリダメならリバプール戦は右からトーマス、ホワイト、マガラン、キビオル、ジンチェンコの並びかね、いけんのかこれ。キビオルがサラーはきついな、ジンチェンコはもっと厳しいが。あとディフェンス陣怪我多すぎるさすがに、今のところリバプール戦確実に出れるのマガラン、キビオル、ジンチェンコだけなのマジヤバいって何これ。トミヤスあそこまでひどいとアーセナルのメディカルの問題なんじゃないかと思えてきたな。選手本人は試合に出たいのは当たり前、それを制止してコントロールするのがメディカルの役割、復帰戦で負傷させるのはメディカルに瑕疵があると思うんだ。ユナイテッドのメディカルって元アーセナルなんやっけ？左腕しかいねえや。